ワンピースワンピースの用語一覧、ゴーイングメリーゴーゴーイングメリーゴーは、尾田栄一郎の漫画、ワンピースに登場する架空の船。通称、メリーゴー、GM 号。麦わらの一味の最初の海賊船で、ルフィたちにとっては大切な仲間である。設計者は、シロップ村のメリーで、超新星編の20年前に設計図が作られた。三角母仕様、船尾中央田方式、キャラベル船。大砲は4門装備、4LDK。ソーダは、打輪ではなく、棒を進行方向に傾ける方法で行う。シロップ村編で村を守った、ルフィたちに対し、カヤが贈呈した。その後、長きにわたり、一味と航海を共にしたが、度重なる破損で次第に、継ぎはぎだらけとなり、最後は、NSロビーから、ウォーターセブンへ向かう道中、船長であるルフィの手で自沈させられた。なお、一味の中でも並々ならぬ愛情を抱いていた、ウソップは、スカイピアで船の精霊、クラバウターマンを目撃している。航路は、シロップ村バラティエコノミ諸島、ローグタウン、リバースマウンテンサボテン島、ウイスキーピーク、リトルガーデンドラム島サンディ島ジャヤクー島、ロングリングロングランド、ウォーターセブン、NSロビー。フジテレビが主催する夏のイベント、お台場冒険王にて、ゴーイングメリー号が遊覧船を改造して、実際に再現され、目玉アトラクションとして人気を得た。船内では、スタンプラリーが行われており、すべてのスタンプを押すと商品がもらえるという仕組みである。2003年、2004年、2005年の3度運航された。制作会社は石川島造船加工機。改造元は東京都観光汽船の U。各イベント終了時には元の船体に戻されている。ありがとうございます。